E1K、e 4 k ックスは東日本旅客鉄道が保有している全車2階建て新幹線の愛称。E1K 及び E4K 車両の愛称で、名称はマルチアメニティエクスプレスを略したものである。1994年の E1K 登場時に車両に対する愛称として採用され、E4K 登場時に全2階建て新幹線車両の愛称に移行した。 他の車両と乗車時の定員や列車の扱いが大幅に異なることから、マックス時、マックス谷川のようにマックスの名を冠して列車相性としても用いられている。それぞれの車両の特徴については各車両系列の項目を列車の詳細な記載は各列車の項目を参照されたい。使用される列車の相性には口述の一部、山彦を除いてすべて マックスが関される。e 1系は1から4号車、e 4系は1から3号車の2階席が、自由席前提の横3プラス3列座席であり、リクライニング機能を省略した構造のため、全車指定席での運用は滅多にないが、過去に、マックス山彦、マックス時、マックス朝日、マックス朝間の各列車が全車指定席で運用されたことがあった。 この時の自由席専用車の取り扱いは、通常の横3プラス2列座席として運用すると、されていたため、F 席は発売されず、実際は指定席が完売していても F 席は存在しなかったため、座席には余裕があった。E1 系、E4 系ともに、後継形式の開発により引退となっている。両形式とも、東北新幹線、上越新幹線の順に、 撤退した。多形式との並結運転が容易ない e 4系への置き換えにより、1999年12月4日のダイヤ改正で東北新幹線の定期運行を終了。その後、e 5系の増備によって東北新幹線から e 4系が転属してきたことにより、2012年9月29日のダイヤ改正で上越新幹線でも定期運用を終了した。 E5 系への置き換えにより2012年9月28日をもって東北新幹線から撤退した。上越新幹線でも E7 系への置き換えによって2020年度をもって運行終了となる予定であった。しかし2019年10月に台風19号が日本に上陸した際、北陸新幹線長野新幹線車両センターに留置中であった E7 系。 W7K が水没し、車両が不足するため当分の間運用終了が先延ばしにされた。その後2020年12月18日、改めて2021年10月1日をもって引退することが発表され、特別キャンペーンが行われている。ありがとうございます。